レースですか？ではすぐに準備してきますね。4番桜千代の王、一番人気です。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。5番人気、5番オグリキャップ。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。7番人気、6番北サンブラック。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。6番人気は7番北サンブラック。これ以上ない仕上がりですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。勝ちは十分に狙える3番人気、8番スペシャルウィーク。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。4番人気は9番ナイスネイチャー。これ以上ない仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。9番人気は1番東海帝王。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。注目の2番人気、2番メシロパーマー。素晴らしい雰囲気を感じる私一押しの馬娘ですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。8番人気、3番スペシャルウィーク。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。頂点を目指し走り抜いてきた馬娘たちの最後の舞台、サジタリウス杯決勝。人気と実力を兼ね備えたここまで無敗三冠馬娘、8番スペシャルウィーク。今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘メジロパーマー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、二冠馬娘桜千代の王、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。メジロパーマーと6番北サンブラック、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気桜千代の王、
第4コーナーカーブ、メジロファーマー、快調に飛ばしていきます。先頭はメジロファーマー、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手は6番北サンブラック、3番手に7番北サンブラック、1個目のホームストレッチです。さらにはプラチオノオ、5番手東海帝王、その後ろにオグリキャップ、その後8番スペシャルウィーク、そしてその外を回ってナイスネイチャー、少し離れて3番スペシャルウィーク。意気揚々と先頭行きます。メジロファーマー、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭がやや早いのか、隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずメジロファーマー、続きました6番北サンブラック、その後専用マシン開いて、はぁ、全員乗り越えて、私は私の自分を掴むんだ。そうよ、少し離れて、クラッチ用の大きく離れて、東海帝王向こう正面に入って、先頭から新垣までおよそ18馬身、先頭メジロファーマー、レースはよどみなく進んでいます。残り数メートルを通過、続いて6番北サンブラック、外を回ります。クラッチ用の4番手7番北サンブラック、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は変わらずメジロファーマー、4馬身離れて6番北サンブラック、3馬身離れてクラッチオノオ、4番手には7番北サンブラック、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスタート、一気にレースが動きます。行きます、日本総大将、いざ出陣。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか、中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。私の思い、今日までのドレス、今こそ満開の時。桜千代の王、先頭は以前メジロファーマー、200を切った、繰り下がる桜千代の王、桜千代の王、完全に抜け出した、強い桜千代の王、足色は衰えない、勝ったのは桜千代の王。他の馬娘たちをねじ伏せ、レースを制した、優勝は桜千代の王、見事サジタリウス杯を制し、優秀の頂点へ立ちました。2着はメジロファーマー、3着は6番北サンブラック。今日までの努力、花開きました。I'm not afraid to die.
離れたんだ。マイヒストリー、マイビクトリー。